記憶。せいぜい役立てるとしよう。磨きがかかったわ。歓迎すんで、ゆっくりしてってな。チャージ開始、受け取り。ええもん揃えとるで。毎度あり。ええもん揃えとるで。あったら言うてや。あき必要なもんがあったら言うてや。あきに必要なもんがあったら言うてや。あきに必要なもんがあったら言うてや。できるのよ。まあ待ってな。おマットさん。何の用だ。また来い。ごちそうさん。染み渡るぜ。
解決業務開始だね。そうだね。風呂に入っていくか。はあ、最高だ。暑すぎない？体温上昇。汗がすごいな。これはシャキッとするね。また温まりに来な。釣り場じゃねえか。腕が鳴るな。夜の海ってなんだかちょっと怖いわね。アルマータの連中が嫌がった頃はシャレじゃなかっただろうな。
いらっしゃい。盛り上がってるみたいだね。こういう店は夜が本番だからな。ま、軽く情報収集するくらいにしとくか。何かご用でしょう。どれどれ。Thank you.
意マナーをお守りの上、ごゆっくりお楽しみくださいませ。いらっしゃいませ。本日はご来館ありがとうございます。まもなく1番スクリーンを開場いたします。上映マナーをお守りの上、この通り防犯カメラに被告の姿が映ったのは、明らかにバージルさんが現場に向かった後、バージルさんの自分は被告の暴力行為を止めに入ったという証言と決定的に矛盾しています。凶器を奪って被告を止めたとの証言についても、実はそちらから彼の指紋は検出されていません。この2点の矛盾から、バージルさんの主張は根底から破綻していると断言できるのです。ち、脇が甘いぞ親父。えい、こんなのデタラメに決まってる。まさか最終審理に至ってこんなものを持ち出してくるとは。裁判長、今の弁論は真理地裁を狙ってのものです。この場において効力を有するものとは。検察官の異議は棄却。新たな証拠を踏まえた上で継続します。最終審理であるからこそ、たとえ一つでも見落としは許されるべきではありません。ここまで来て全てあの女、あの弁護士のせいか。初めて僕の主張が受け入れられた。弁護士さん、本当に本当にありがとう。でもこのままじゃ下手をすればあなたも。大丈夫、私を信じて。無罪を証明するまで絶対に屈しないわ。権力とミラが法を歪める、そんな不条理にはどこまでも抗い続ける。この気性にかけて。
せてもらうぜ。ちょっといいか。聞かせてもらうぜ。